71位から出た渋野日向子が前半を終え、2バーディー、1ボギーの36でスコアを1つ伸ばし、通算2オーバーの暫定60位に順位を上げて後半へ向かった。10番からスタートし、4ホール目の13番パー5で、ピン上2メートルの下りを沈めて、この日最初のバーディー、15番パー3ではピン右1.5メートルにつけて、2個目のバーディーを奪った。 17番パー4では、フェアウェイからの第2打を、グリーン右ワンカーに外し、2メートルに寄せたが、パーパットを決められず、ボギーとした。渋野ひな子は、前半2バーディー通算2オーバーで、折り返し。米国女子ツアー唯一の日本大会は、第2ラウンドが進行中。初日に出遅れた渋野ひな子だが、この日は前半を2バーディー1ボギーと1つ伸ばし、トータル2オーバー60位タイで、後半に入っている。 13番パー5でバーディを先行させた渋野日向子。15番パー3では約1.5メートルにつけるベタピンショットでバーディを奪うと、前日ボギーの17番パー4で一つ落としたものの、前半で1ストローク伸ばすことに成功した。トータル8アンダー首位タイに、歴代覇者の上田桃子と鈴木愛。 1>, 1打差3位に小岩井桜2打差4二タイには前回大会覇者の古江彩香山下美優世界ランキング1位の19歳アタヤペティクルタイが続いている渋野ひな子平日朝8時に作った人気の照明に海外解説者が衝撃信じられない監修とうとうジャパンクラシックに出場 女子ゴルフの日米共催ツアーとうとうジャパンクラシック6616ヤードパー72は4日、滋がせた GC 北シ医で2日目が行われている。海外の解説者は現地での渋野日向子、サントリーの人気に驚いた様子、木曜日午前8時にしては信じられないなどと記し、会場で撮影した動画も公開している。 3日の初日、平日の早朝にもかかわらず、多くのギャラリーが待っていた。白いスカート姿でコース内を移動する渋野日向子。道のりを脇には拍手で迎える日本の観客が数多くいる。列は数メートルという規模ではなく、長く続いてはるか遠くまで。人気の高さを証明する光景だった。実際の映像を公開したのは、オーストラリアの元男子プロゴルファーで。 現在 PGA ツアーなどの解説を務めるユアン・ポーター氏。現地で人気のヒナコ・シブノがとうとうジャパンクラシックの第1ラウンドに登場。木曜日午前8時にしては信じられないような監修。ここでの女子ゴルフはものすごく人気。素晴らしいと衝撃を受けた様子で伝えた。海外ファンからはすごいね。素晴らしい。日本の情熱が大好きだなどといった反応が寄せられた。 初日はンオーバーの71位と出遅れた渋野ひな子。2日目は前半17番までを終えて2バーディー1ボギーとしている渋野ひな子打ち切れない部分があったンオーバー発進。3年ぶりに日米両ツアーを兼ねる大会が開幕した。今季から米女子ツアーを主戦場とする渋野ひな子サントリーは米女子ツアーのメンバーとして大会に帰ってきた。 同組でメジャー1勝のイ・ジョンウン6、韓国に毎週、こんなに観客が入るのと聞かれるほどの大ギャラリーを引き連れた初日だが、1バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの75と伸ばせず、3オーバーの71位。悔しい滑り出しとなった。パターで4から5メートルがショートして、手前で切れてというのが多かった。短いのも引っ掛けて外しちゃったのですごい残念ですと振り返った。 グリーンの状態からスコアの伸ばし合いが予想されたが攻めていけなかった。1番パー5で第3打がピン左奥約4メートルの下りのラインにつきスライスラインがカップの右に切れてパー。2番も同様だった。流れをつかめないまま5番で足元がラフのつま先下がりのライからの2打目をミスしボギーが先行。10番は2打目をバンカー入れ目玉となり1メートル弱のパットも カップを割ってのダブルボギー難関の14番で約4メートルの下りのスライスラインが決まり初バーディーが来たが17番で再びボギーを打ったラウンド後の取材で前日のプロアーマでは下りのラインを残してもいいやという気持ちで強気に打てたけどやっぱり試合になるとどうしてもショットパットで打ち切れない部分があったと弱気になったプレーを反省した。 また、スタート前の練習場から地元の子供たちに声をかけられるなど、エールを受け止めていただけに、ちびっ子たちが見に来てくれていたので、その思いもありましたけど、なかなかいいところを見せられず、楽しんでもらえたらいいんだけど、と、悔しさがにじんだ。大会は4日間、予選落ちなしで行われ、どの選手にとっても挽回のチャンスは大いにある。部のひな子は上だけを見ていかないとですね。 パッティングもそうだし、ドライバーが右に行っていたのが少し気になったので、そこを調整したいと修正点を挙げ、第2ラウンドの巻き返しを誓った。